はい、どうも。今回ですね、ゴロンシティの生き方を解説します。で、監視砦の眺望台から北東に行くとゴロンシティがありますね。で、今回はこの馬に乗って行きます。で、途中にオルディン峡谷眺望台があるんですけど、もうそこは無視してもうひたすら馬に乗って行きます。今回はで、最初はひたすら道なりに進んでいきます。まあ、基本的には道なりに進んでいきますね、ゴロンシティまでは。で、ここひたすらまっすぐ行きます。で、ひたすらまっすぐ来たら、このマズラ橋を渡っていきます。で、そうすると向こうからイエロックが来るんですけど、これはスルーしちゃいます。で、スルーをしてまた同じように道なりに進んでいきます。まあ、最近はもっといい馬が欲しいですね。で、ここ T 字路、ここ左ですね。で、ここ下っていくと橋があります。で、あの橋を渡っていきます。左で何かやってる。で、ここ左ですね。で、あの湯気みたいな出てるところが、あの森の馬宿ですね。で、ここ右に行って、で、ここを右行きます。あそこ左に祠ありますね。祠解放しておくと、まあ、次からワープすることができます。で、ここは左ですね。で、ここ左です。
で、ちょっと馬が操縦しづらくなってきたんで、こっから徒歩で早送りで行きます。右下のマップを見れば分かるように、もうひたすら道なりに進んでますね。でも進んでいくとゴロンシティに着きます。はい、というわけで以上となります。ご視聴ありがとうございました。